こんにちは、検事総長の林誠です。今、検察で取り組んでいる事件を紹介します。日大背任事件です。籔本、こいつが犯人です。日大背任事件の日大本部です。日大背任事件のクローズはもうテレビで報道されてますね。日大の田中理事長も調べています。鳥犯ってわかりますか？悪事の最終の清算は別にして、とりあえず騙した金を半分ずつ取り分けることです。籔本は日大病院建設を悪用して大金を騙したわけですが、鳥犯で半分を持っていきました。広島巨額買収事件と似ていません？自民党本部が広島でばらまいたと言われる1億5000万円。それも鳥犯があったと言われます。鳥犯、籔本と安倍、そっくりじゃありませんか？籔本と安倍は実婚の仲です。ゴルフが絡んでいるんです。安倍と籔本ね。安倍と籔本、検事総長、林誠は絶対に悪事を許しません。